ラーメン食べに行かん？ラーメン？ラーメン。前回マック行ったのか、うん、深夜の。そう、前回深夜のマック行ったんだけど。だって今22時半だよ。うん、やっぱりあの深夜のラーメンってめっちゃうまいやん。この時間のラーメンはやばい。深夜のラーメン食いに行かん？ラーメン食べに行くか。いや、ラーメン食い行こうよ。絶対うまいから。深夜のラーメンは絶対うまい。もう勝ち確。どん勝ちなのよ。どん勝ちだね。いやー、若さん、ラーメン食べ行きましょうよ。おーおーおお。カナイがいる。カナイじゃん。どうも。ラーメン食べ行きましょうよ。興奮しすぎちゃって声が全然通ってないのよ。めちゃくちゃお腹減ってんすよ、もうこっちも。あ、そっか、お腹すいたか。ラーメン食べる。うん。口にしてきましたじゃん。ストーブちゃってるわ。何そのま。夜のラーメンってさ、ええやん。一番染みますね。一番染みるね。一番染みる。そうなのよ。あのね、染みるのよ。本当に染みるんすよね。いや、深夜のラーメンちょっとね、うん、今から食べに行こうと思いますよ。あの、あそこのラーメン屋さんですね。浜っ子といえばね、あ、浜っ子じゃないじゃん。いやいや、浜っ子ですよ。お、あれ浜っ子、本当に浜っ子？出身は川崎です。おおい、先っこやないかい。先っこっていうの？先っこっていうの？先っこにあのラーメン食わせられるかな。くださいよ。横浜の深夜のラーメン、はい、俺が食わしてるからさ、はい、ありがとうございます。一緒にラーメン食いに行こうぜ。行きましょう。行きましょう。前回のマックの動画、うん、あれが結構ね、うん、あの好評でした。まあ、あの時間のマックも俺らに好評でしたけど。キャナイは何ラーメンが好きなの？俺は圧倒的豚骨ラーメン。あー、豚骨。はいはい、じゃあそうですよ。まあ、うん、俺はやっぱね、鶏パイタン、ね、それはラーメンなのか。いや、それはラーメンなのかって言ったら味噌に失礼だろ。まあまあ、そうか、そうか、そういうことね。俺子供の頃、あの味噌ラーメンってお味噌汁かと思ってたから。誰が食うねんと思って。でも今結果的に味噌ラーメン結構好きになりました。あ、味噌、俺味噌一番ないよ。味噌一番ない。一番味噌ない。味噌と塩はちょっと順位低い。マス、うん、味噌の美味しさ知らねえな。本当マジ？え、じゃあ横浜屋で今日味噌食べた方がいい？横浜屋に味噌はねえ。あ、ないか。ないかい。横浜言っちゃうんだね。あ、言っちゃった。言っちゃった。言っちゃってくるわ。言っちゃってくる。言っちゃってくる。違う。違う。違う。そこはシークレットでお願いしたい。俺あとね、ラーメンだけじゃなくて、結構つけ麺も好きなのよ。あ、つけ麺が美味しい店ってなかなかなくて。しかもなんかつけ麺の方がね、炭水化物感すごいのよ。炭水化物感求めるんだ。そう。いや、基本的に。あ、待って、すんごい路中してる。すごい。圧倒的お迎え路中だ。いや、これヨーロッパはそれだね。海外で食べてもさ、大体ラーメンしてるじゃん。俺ね、スペイン行った時ね、うん、食べたよ、ラーメン。食べた？どうだった？味めっちゃ薄い。あ、薄かったんだ。マジ、お湯、お湯。スペイン麺？スペイン麺。多分、現地のあれなんだろうね。あ、現地のあれだろう。現地のあれの、それのスープだった。これだろうね。まあ、1400円くらいしたんですけどね。どうせスペインだったらさ、やっぱ海鮮の出汁みたいのもさ、あ、で、出してくれればよかった、ね。ゴリゴリの醤油ラーメンって書いてあった。醤油ラーメン。俺は、確実にチャーシュー丼セットってあの、もう絶対頼みます。マストなんだ。マストです。ラーメンを並盛りで食べて、うん、それにチャーシュー丼食べるっていうので、僕はそれで美味しくいただいております。あ、ないですね。ないの？その組み合わせはない？もうね、ないですね。本当ですか？うん、ラーメンにチャーシュー乗ってんだから、うん、そっからさらにチャーシューまで乗せて食べるぐらいだったら、ラーメンにチャーシュー乗せろって話。寿司の上に寿司乗ってるみたいなもんですか？ありえないじゃん。そういうこと。そうじゃん。つまが合わないのよ。寿司も寿司はねえって。横浜屋到着したんですけど、あ、でで、おかしいなぁ。やってないんですかね。あ、でも車止まってるよ。車は止まってるんですけどね。コナン君いる。おかしいなぁ。おかしいぞ。あれ、これさ、営業してないんじゃないの。あれ、一回ちょっとキャナイ、ちょっとじゃあ見てこようか。一旦見てきて、うん、お願いします。走ってくる。お願いします。いやー、まんまと行きましたね。まあ、あいつは行くよね。やっぱ純粋無垢ってさ、やっぱりこうなんかまあいいところもあるけど、うん、やっぱりこう社会の厳しさを教えてあげるとね、やっぱちょっと生きていけないと思うんでね。あ、ラストオーダーがあれなんですね。あ、そういうこと。はい、10時半だったんですね。あ、来た、かなり来た。あ、うん、11時までに出れば大丈夫そうです。あと20分くらい。どう計算してもさ、ラーメンまず来ない。ラーメン来て。ラーメン食え。え？どうします？何が？どうします？何してんね。友達。友達。あ、いいっすか、ここからじゃあ。ここからいいっすか？え？え？
開けてくださいよ。いや、ゴーストバスターズとかあるじゃん。もう一個やれるじゃん、それ。ゴーストバスターズ。じゃあ、お願いします、ゴーストバスターズ。何？お、ここ開いたってことは、うん、ゴーストバスターズ。ラーメン焼きます。社内の横浜屋デビューが、うん、いやちょっと遠のいたね。遠のいたね。これはね、ちょっと横浜お届けしたかったね。魅力なんですか、横浜屋の。え、魅力？うん、いや、やっぱね、横浜市民しか食べれない味っていうね。やっぱ先っこ寄せつけない、やっぱ上級な。上級な、うん、ですか？うん、すごい角立つね、これ。角しかない、角しかない。撤回しとく、撤回しとく。いや、撤回はしません。しないかい。あの、やっぱ横浜屋といえばね、はい、やっぱりこう名物なのが、やっぱりこう店内 BGM がね、横浜鹿と。横浜鹿があのエンドレスで流れてる、ね。そんなラーメン屋いや、やだよ。あの、やっぱり横浜屋のいいところと。音でも楽しめると。流れてませんよ。はい、今は桃船、桃地船、泊まるところの部屋。ちなみにさ、はい、川崎歯科ってあるの？川崎歯科ありますよ。あれだよ、デンタルクリニックじゃないよ。川崎歯科ソング。川崎歯科ソング。泊まらわの。なし。あ、でも麺なし野菜たっぷりスープってもラーメンじゃないの。麺なしなんだ。うん、麺なし。だから斬新だよね。そうっすね。はよ、選び。そんなこの時間が一番幸せ。はよ、し。やっぱラーメン屋で、うん、すいませんって言える男子かっこいいと思うんですよ。まあ俺はすいまめんって言ってるラーメン屋で。すいまめん。来ました、七し味玉ラーメンです。それと、チャーシューそぼろ丼です。このうずらの卵がいいですね。この存在感、なんということでしょう。この餃子、これは素晴らしい匠の技だ。いや、ずる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 、すごいのよ。すごい人ですね。はぁじゃないのよ。昔お茶漬けの CM あったよね、こういう。あったあった。ジリリ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 リ。長谷園のお茶漬け。本当にこのチャーシューめちゃくちゃごつくて、本当にね、厚さね、厚さ。だからさ、全然。あっちあっちじゃねえのよ。チャーハンあっちあっちじゃねえのよ。ってことでラーメン食べ終わった後は、あ、やっぱりね、スイーツ決めないと。ラーメン食った後のスイーツが一番上、間違いない。、うん、はい、じゃあ冷えていきます。冷えて温泉に、俺シュークリーム食べる。な、何その語尾。ダブルクリームじゃん。いや、これね、多分ね、割と新発売だと思うんだよね、ダブルクリーム。もうカスタードとホイップ出ちゃってんね、いっぱい。もうこのフュージョンやばいでしょ、普通に5000X 超えてるでしょ。これアイス、明治ブルガリアイスだ。開けていきます。はい、お願いします。チューじゃないのよ。なんだなんだ今のは。汚い汚い汚い。静かにしろい。あれ、この音が蘇らせる。何度でもよ。久しぶりついや。レビューゼロやな。うわ、ラーメンの後のシュークリーム、うまっ。何言ってるか分かんない、今の何言ってるか全然分かんない。ラーメンの後のシュークリーム、うまっ。あ、はい、ゲストはキャナイでした。うん、爪痕は残したのでしょうか。バイバイ。はい、降ります。